plastic dishes. You know I'm a handle, handle my own business. I'm a boss, boss, boss. Baby, I'm a boss, boss, boss. Calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss, boss. You know I'm a baller. I keep the mansion running even when the power's not. I make it here with all them pennies and them dimes I got. Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out two-door Honda Civic. You know how I handle, handle my business. I'm a boss, boss, boss. Baby, I'm a boss, boss, boss. Calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss, boss. You know I'm a キャセルデブスガチューブの堀川です。お世話になってます。今2時過ぎ、そして今日の体重は91キロ。おそらく今昼飯もさっき食べた後なんで、今上がったら93キロぐらいになってんじゃないかなと思います。極度に水を減らしている感じです。あと食べ物もかなり量を減らして食べています。そんなことしてるとね、もう本当に2日に1キロぐらいのペースで下がっていくんで、かなりなんか空腹感が強いですよね。今の時間だけ、夜寝る時とね、なんかふとした時にすげえ腹減ってる感じがするんですけど、なんかでもそのなんだろうな、体調が悪いような具合の悪さじゃなくて、ただ単に腹減ってるなっていう感じです。はい。そんで最近のトレーニングは、またバーベルとかも使ってやっています。筋肉と脂肪を比べた時に筋肉の方が重いので、それよりも有酸素ばっかりやってた方が効率的なんじゃねえかなっていうふうに思ってはいたんですけど、どうやらその考えは間違いではないみたいなんですけど、筋トレとかその重りを重量を上げる系のトレーニングっていうものをした後に有酸素をやると、なんかその重量上げて、例えばそのエンジンをかけた状態で、でその後の有酸素でさらに脂肪燃焼が促進されるっていうような感じらしいんですよ。なんでそのやっぱり筋肉はなんていうか、その車で言えば外車みたいなもんで、そのエンジンかけて筋肉がもう動き出してしまえば、脂肪を一気に燃焼してガソリンみたいな感じで燃焼して走り回っていけるみたいな感じらしいです。なんでちょっとその最近は筋トレをした後に5キロなり10キロなりと走るっていうふうに決めてます。僕はその10キロ一気に走るっていうよりはね、もう 2.5 キロを最近4分割とかにしてやるようにしています。なんでかっつったらね、しんどいですよ。なんかしんどいですよね一気にやると最近。なんでそのね、昨日はこれはもはやメンタルの問題だなと思ったのが、ベンチプレスで、60キロを10回上げたんですよ。でその後に80キロ上げようと思ったんですけど、80キロ上げれないんですよね。前はね上げれたんですよ。
ほんでその後に、70キロまで落としたら70キロ3回上げれるんですよ。もうねこれは80キロというものを体が拒絶して上げれないよっていう頭になってんじゃないかなというところです。もう気持ちの問題、おそらく肉体的には全然上げれると思うんで、それがちょっとショックだったんでベンチプレスまたちょっと鍛え直さないとダメだなというふうに思ってます。もうなんかその1個を鍛えたら1個があのあれですね、弱まるみたいなもんなんですかね、よくわかんないですけど、それでもやっぱりその体自体はだんだん引き締まってきて、腕のあたりの筋肉とかはもうあの薄着をしていれば陰影が見えるような感じになってきています。あとはもうやっぱりこの胸の肉と腹の肉っすよね。この前ヒートであの腹の肉をなんとか取るような感じでやってみました。右足を上げてこう横にひねって、左足を上げてひねって、バランスボールを持って足に渡して、足からまた手に渡して、であと最後に腹筋をギューッと縮めた後に一回だけフッて吹いた時にグッと力をさらに入れてこう巻き込むみたいな感じのトレーニング、これを4回っていうか20秒で8セット、1種目2周分 ABCD やって ABCD みたいな感じでやりました。ちょっと最近塩分過多なのかなという感じが自分の体的になんとなくするので、それをちょっとずつ抑えていって、また今日もトレーニング頑張っていきたいと思います。本当にねこのトレーニングが十分にさせてもらえるというのはね、本当にいろんな人の協力のおかげでできているものだと思うので、その感謝の気持ちを忘れず、そして僕がこういうのでこの整骨院モルトも広告塔になることでここに来る人も増えるし、そして、僕より同じように太ってる人たちの勇気づけるような立場にもなれると思うし、とにかくねいろんな人にいい影響、自分を含めていろんな人にいい影響を与えれると思うので、とりあえず11月30の闘技まで 85.9 キロを切るようにまだ負けないで頑張っていきたいと思います。で今日もトレーニング頑張ります。よろしくお願いします。